肉体関係を要求して女優を引退に追い込んだ韓国の既婚俳優の現状。業界では顔を上げて歩けない衝撃的な引退理由を暴露した女優ホイジェと関連した議論が収まらない。今度はテレビ朝鮮出身の記者がホイジェを引退に追い込んだ既婚男性俳優について語った。テレビ朝鮮出身のテクニオン4記者は最近。 YUTUBE チャンネルを通じてホイジェを引退させた既婚男性俳優を調べてみると、情けないですというタイトルの動画を公開したペク記者は、取材してみると、その人はとても気さくで男前、さっぱりとした目鼻立ちを備えた人と述べた。彼は、しかし芸能界での評判はとても悪い。過去に常識のない行動や発言を良くしたとし、 相手俳優の人気や知名度によって行動が大きく変わるらしいとも話した。続いて、多くの方がホイジェ氏がなぜ実名を明かしたり、告訴したりしないのかと言っているとし、しかしこういった事件の場合、当時の状況の証拠もなく実名を公開すると、告訴されることがある。しかも敗訴する可能性も高いと伝えた。また、すでにその俳優は業界で大きな噂となっており、 顔を上げて歩くことが難しい状況のようだとし、既婚俳優の実名を公開したが、できなくてもどかしい気持ちだ。一つだけヒントを出すと、ホイジェが話した監督は、プロデューサーを意味するのではなく、撮影監督のことと明かした。そして、何のドラマかわかる人もいるはずだと強調した。私が引退した理由は、先だってホイジェは9月10日、CRAYON。 ポップ出身名の YUTUBE チャンネルに出演した。久しぶりに姿を現したホイジェは、同日の放送で自分が引退した理由を、既婚男性俳優に肉体関係を要求されたからと暴露した。ホイジェによると、作品でパートナーだったその俳優は、最初はよくしてくれたが、ある日、君はなぜおつか、お兄さん、ここでは、 自分のことに休みの日に連絡をしないのかと質問してきて、時間がないと答えると、以降は撮影現場で、おい、こののようなよ、このよと毎日のように暴言を吐いたという。当時のドラマ監督はホイジェを呼び、その俳優が起こる理由について、あいつは君を性的に考えているが、君がなびかないから高圧的に、怖がらせてなびくようにしていると説明したそうだ。続いてホイジェは、 控え室に行ったら既婚俳優が突然、声を柔らかくして、人々が僕たちのドラマを見て、君と僕が恋人関係のようではないと言っていると話してきた。申し訳ないと言ったら、男女の関係を恋人関係のようにするためには、どうすればいいかわかるか、一緒に寝る必要があると言われたと告白し、衝撃をもたらした。 最初の放送から1週間が過ぎても議論が続いているホイジェイン隊をめぐる騒動、事態がどうやって収集されるのか、注目が集まっている。